指す世界ですよ。スケール違うわ。やめてください。ただ菅さん抜け駆けずりっすよ。同じく12月の初旬、宮城県内の有望な1年生だけを集めた合宿を行うと。足止まってんぞ、こいつ来い。影山、明日から合宿だってのに。やるな、そうよ。本当やってくれる。いつも言ってるが、漫然と回数をこなすんじゃねえぞ。常に試合の状態を意識してだ。立て続け説教かよ。大地さんは朝一で。お前下手くそだからな。必殺技の一つぐらい身につけてこいよ。ダブレー田中が西田に引かれた。西野屋田中、なんで俺まで。今のメンバーを書くことはできない。つーか、大会早々早えんだよ、喧嘩が。チョース！いいえ、俺が鍵持ってきた時にはもうやってました。早すぎんだろ。正面！くっそー、カルカルタ。んだとこら。はい、その辺でストップ。すいません。あー、くそ、すまん。俺は内容はどうあれ、言い方がムカついたら聞かない。左に同じ。やめない。なんつったって貴重な立て子相手だからな。ムカついても我慢しろ。いい顔してんな、影山。ああ、月島大人げない。日向に言われた。さっきの根に持ってやげるね。よっしゃー、ナイスキュー。ガンガンよこせ。いえ、これは多分影山君的に気を使った発言よね。わかる、わかるよ。でもね、俺は引っ込まねえよ、ボケ。ちなみに今の力任せに打ったのは認める。素直か、偉いな。そういうのさりげなくやってくれたら嬉しいかな。減らしますって言われてお願いしますって俺言わねえから。さりげなくやってみます。朝さんが謝るとこじゃねえすから。え、あ、ごめん。俺今日いいとこなしだ。田中の弱音超レア。おお、影山は励ましを覚えた。酔っ払い姉から逃げてきました。本物のウイルス。これ絶対座敷わらしとか出る系のやつ。油断すると妄想がせっかくの俺すげえ動画をかき消してしまう。俺もだ。お前らの場合どっちが脳内にあっても問題ないだろう。でっけえな、なんか。じゃあ頑張ろうね、リュウちゃん。ああ、おお。福島県代表男子、清子さん、どうぞご無事で。その言い方逆に不安になるからやめてくれ。まあ清水だし大丈夫だべ。はいはい、俺たちは試合に集中。よし、だら影山の照準が合うまで持ちこたえる。影山この野郎、クソ野郎。腹立つな。超悪いやらしせ。全部悪口じゃねえか。そう、ションベンスパイクじゃねえか。すごい奴がいないチームがそもそもねえよな。アウト、打つとこねえもんな。脈あり
と送りましょうか。大丈夫、持ちます。練習して。今まで俺には脈がなかった。でも今の俺にはある。つまり俺は今生まれたということ。田中、しっかりしろ。お前はとっくに生きている。縁の下のせいだぞ。はいはい、脈ありってやつだな。すまん、俺には心に決めた人がいるんだ。なんだよ、カナカ、中で待ってろよ。寒いだろ。俺、もしや完全に勘違った。行かなかったことに。あ、これ、また母さんの手作りだけど。昨日は急に変なこと言ってすまんかった。忘れてくれ。うん、こっちこそ。兄ちゃんが急にごめん。え、お前、兄貴いたっけ。あ、ってことは勘違いが勘違いで。あのね、私ね、リュウちゃんのおかげで猫背が治ったよ。負けねえ。しまー、四季島には言われたくねえよな。